先生、ちょっと時間もらうよ。うへえ、さっきは驚かせてごめんね。こたつから出る途中で力尽きちゃってたみたい。いや、こたつの魔力って怖いね。おじさんも乾杯だよ。それじゃ、先生をお出迎えしたことだし、おじさんはもう一眠りしようかな。ほら、15日まではお正月って話もあるでしょ。だから今日はまだ休んでていいよね。あ、先生も一緒に来る？忙しい中でもゆとりを持つのは大事だよ。虹ブルーアーカイブ。